皆さんこんにちは。昨日はですね、ルーキー伊藤投手がですね、粘投、本当に粘ってですね、7イニングを無失点に抑え、そして、その間に打者陣もですね、5点取ったというね、まあいいゲームだったんですが、今日の、カープの先発森下、これはね、なかなか打てないんじゃないかなというところで、見どころあるぞというふうに思っておりました。一方の秋山はですね、今シーズン6勝4敗なんですけれども、対広島戦ということになりますと、去年の7月21日から、7連勝していると、非常に相性のいいチーム、まあ、この辺で、今日のゲームどうなるかというところなんですが、まずゲームの方行ってみましょう。さ あ, 今日の初回、まず近本がですね、ライト線に三塁打でしたね。その後糸原のファーストゴロの間に1点入りました。もう 1,2 番で1点取ったということでね、いいスタートを切りましたね。そして3回のこの2点はですね、2アウトランナーなしからですね、糸原がレフト前にヒットを打って、そしてスタートから出ましたサンズがフォークボール、インサイド寄りの球をレフトスタンドにツーランホームラン、ね、あの強い、よく勝ってた頃のタイガースの点の取り方をしたなというね、いい2点が入った、これで3対0ということになったわけですね。ここでもうちょっとこう秋山が踏ん張ってればですね、一方的なゲームになる可能性があったんですけれども、この3回裏に先頭打者石原にレフト前、これも甘いスライダーでしたね。それをまあ3点差ですけれども森下が送って、その後菊池がセンター前にタイムリーヒット、そして送球間に2塁まで行って、野間のレフト前で1、3塁、そして小園のセンターへの大きい犠牲フライということで2点入りまして、3対2、もうこれで分からなくなったわけですね。今日の秋山はですね、結局ここで2点取られたところで、もうあの矢野監督が諦めましたね。まあ、今日の調子はあまり良くないというふうに判断したんだと思います。2番手で斉藤幸也が出てきましたけれども、相変わらずワンアウト後にフォアボールですね。そして、ライト前のヒット、このライト前のヒットはですね、サードを落とし入れようとした、ファーストランナー長野、これをですね、佐藤の強肩でですね、サードでアウトにした。まあこれでなんとかここも失点をせずに済んだというね。まあでもやっぱり斉藤幸也、この回1イニングだけで 2つのフォアボール出してます。この辺が一つ大きな課題だなという気がしましたね。5回は石井が来ましたね。石井もまず1人ワンアウト、菊池を三振に打ち取るんですが、2番に入っている野間に歩かしですね、フォアボール、ね、ホームラン1本しか打ってないバッターですから、もうどんどん勝負しに行っていいと思うんですが、結局歩かしてしまった。これが、まあ、失点につながっていくわけですね。ここで、サンズがレフトもう大きなフライを打たれたのをですね、体をフェンスにぶつけてなんとか取りました、ツーアウト。そして4番の、鈴木がここで、センターへヒットで1、3塁。ここでピッチャーが石井から岩貞に変わりますね。バッター坂倉、左バッターですね。ワンワンからの高めのまっすぐ、インサイド要求がですね、中に入ってしまった。これをレフトオーバーの2点タイムリーツーベース、結局この2点が決勝点になってしまったということでね、負けが石井につくわけですけれども、まあ踏ん張りきれませんね。中継ぎ陣がこんなに不安定だったのかっていうのをですね、今本当に感じてます。もうリリーフ陣もしっかりしてるなという印象は一時あったんですけれども、こういうちょっとこう劣勢になった時のリリーフ陣は非常に不安定ね。この辺をちょっとどういうふうに整備していくかっていうのもこれからの課題になったなという気がしますね。そしてですね、あと問題はこの4回以降の攻撃です。三者凡退は一度もないわけですよね。必ずランナーが出てる、もうほとんど得点圏まで行ってるわけですけれども、あと1本が出ない。まあそれの一番、顕著に現れたのがこの5回表でしたね。まず先頭の近本が左中間にツーベース、そして糸原のファーストゴロ、これがファーストがエラーで、ノーアウト1、3塁、そしてサンズがフォアボールでノーアウト満塁。
そして4番、5番、6番と来るとこなんですが、まずマルテがファーストへファウルフライ、そして佐藤は三振、そして大山はこれはですね、サードの林の好プレーに阻まれましたね、惜しい当たりでした、サードゴロ、まあ、残念な当たりでしたけれどもね。結局ですね、今日5番に入った佐藤はですね、5打数5三振。これはちょっとすごい。まあ、見逃しが1つありますけれども、あとの4つの三振は全部空振りの三振というね。5の5。僕は一度も経験がないですけれども、この5打数5三振っていうのをね、してしまいましたね。最後のボールはですね、ストライク近辺の球で空振りしてるんですけれども、そこに至るまでにはですね、かなりボール球を振って結局自分を不利にしてしまってる、まあ、相変わらずボール球を振って、まあ、ピンチ、自分をピンチに招いてるというような感じの内容でしたね。まあ、これ本人も非常に苦しい、5打数で5三振なんていうのはですね、これはもう大変なことですよね。だけど佐藤だから使うっていう、まあ、その発想は僕は良くないと思いますね。佐藤選手やっぱり素晴らしい選手ですけれども、やっぱり調子が悪い時もあります。そういう時はですね、やっぱり違う選手を出すっていうのも一つありですね。ですから佐藤ありきだっていうような発想で、このシーズンをこれからもやっていっちゃいけないと思います。今年の目標は優勝ですから、優勝するために、どういう選手を起用していくのがいいのかっていうのをですね、もう毎日考えていく、これも大事なことだと思います。ジャイアンツの原監督がですね、8ゲーム開いた中でも危機感をものすごく感じてたと思います。その中でですね、やったのはですね、目先の一つの勝ちです。それにもう本当に、こだわってですね、いろんなことをやったと思うんですよね。ですから、今持ってるタイガースの戦力、いろいろまだね、埋もれてる戦力がいっぱいいると思います。そういう人たちをですね、うまく使ってですね、なんとかこういう接戦のゲームをものにできないかなっていうことをこう考えていく、やっぱり最善策をいつも考えながら、戦っていくっていうことがこれから先、非常に大事なポイントになるんだろうなと思いますね。4回もこれワンアウト1、3塁っていうところで、梅野がライトファールフライ、浅いやつですね、帰ってこれませんでした。そういうことがありましたし、これが5回が満塁、ノーアウト満塁ですよね。で6回はまあ2アウトからですから、6、7回はランナー1塁、8回もこれワンアウト1、2塁というところから代打で出た糸井、これがちょっとかわいそうでしたね。フルカウント10球粘った最後の球、外のまっすぐ、僕はボールだと思いましたけれど、これストライク判定された。でも糸井の充実した打席、これはですね、見てて感じました。糸井使っても多分活躍するんじゃないのかなというのを感じた1打席でしたね。そして9回もこれはですね、栗林がですね、かなり苦しんでました。ストライクがなかなか入らない、ワンアウト後にですね、サンズフォアボール、そしてマルテにもフォアボールというね、困ってたとこだったんですよね。だけどもうフォークということで、結局佐藤大山を三振三振と取るんですけれども、この三振の取り方ももう急急でしたよ。その分結局佐藤大山がもう少し逆方向狙いに行ってれば、もうちょっと違うスイングができたんじゃないできたんではないのかなっていうのを感じながら見ておりました。もう本当にまっすぐ待ちのフォーク抜かれるというね、もうそういう本当策のない空振りを続けてやったなという感じのこの、最終打席でしたね。ということで、チャンスはありながら結局1点追いつかずの4対3ということになりましたね。勝ちは森下につきましたね。6回まで投げた森下が、5勝目です。5勝4敗。そして負けが石井につきましたね。0勝1敗です。そして栗林が1敗16セーブ、ホームランはサンズの14号、ね、サンズもやっぱり調子はそんな悪くないです。今日2本ヒット出てますし、フォアボールも2つ、調子としては上がってます、ね。今日の MVP は、まあ、森下、そして、逆転打を打った坂倉ということになるんだと思いますね。あとで、結局この3連戦、タイガースは1勝2敗ですか、なんか勝ち越せませんでしたね。今週は2勝3敗1引き分け、また負け越しの週になってしまいました。今日のジャイアンツの
ゲームの勝ち負けによってはですね、勝ち、もしジャイアンツが勝つと、順位が入れ替わりますね。まあ入れ替わってもいいじゃないですか、これを一つ機会にですね、またゼロからのスタートという気持ちで、明後日以降やっていけばどうでしょうかね。今までちょっとね G にずっと君臨しててですね、ちょっと守りに入りすぎたような気がします。また向かっていくね、どんどん挑戦者の気持ちで、残りゲームを戦っていくという中では、また新しく、いいものが見えてくると思いますね。はい、そういうゲームを期待したいと思います。今日は広島カープが阪神タイガースに4対3で勝ったゲームをお伝えしました。以上です。